東三条、高安氏明治三十四年一月二十六日は、幕末期の公家、明治時代の家族。生まれは、聖家の三条家であり、三条、高安氏と名乗っていた。おじ三条、耳の養子氏であり、一時的には三条家の家督を相続したものの、宝刀のために拝着され、後に平民身分とされた。 家営六年十二月十八日に三条公務罪の次男として誕生するが、生後間もなく、父が創生した。乳児であったことに加え、母の身分が低かったことにより、三条家は、叔父の耳が継ぎ、孔安氏はその養子となった。文久三年、耳が八月十八日の政変により、刑から追放され三条家を偽絶されたことに伴い、三条家の家徳を相続する。 しかし、慶応3年に、ミミが罪を許され帰郷したことで家督を返上した。慶応4年3月、中見角常高、毛利平六郎らと共に、イギリスへ留学する。従者として、尾崎三郎が友をした。英語の習得に苦労したものの、1年につき300ポンドの経費が支給され、大臣の息子として、ビクトリア女王に越見するなどを交遇を受ける。 明治3年には、尾崎と共に大学に進学する。ところが、明治5年11月に、体調不良のため帰国する羽目になる。しかし、高安氏は留学続行を希望、耳の要請もあって、再度留学の許可がおり、明治7年10月に再び、イギリスに渡航する。しかし、二度目の留学は、私費留学であり、学費の年出に苦労する。 尾崎の奔走によりようやく学費を、年出、さらに明治9年に投した、井上るや当時ドイツ特命全権講師だった、青木修造が、高安氏の弁学への姿勢を認めて、耳に助言したことから援助は増額される。一方、この頃から高安氏には有興で浪費する悪癖が、つき始めていた。明治9年5月16日に、インナーテンプルに入学、法学を専攻。 明治13年11月17日に法学士学位を習得する。翌明治14年2月5日に帰国、すぐに司法省に入省し、法務官僚として活躍する。同年10月1日に結婚する。この頃、耳にはすでに実施、組がいたが、正式に高安氏を支持とする決意を固め、明治十五年一月十五日に組を分家し、 明治16年4月9日に、高安氏を公式に、家族会館会員とする。正式に参上公爵家し氏となった、高安氏は、同年8月17日には、中堅家族合同で、各国憲法交渉会の設立を、同年11月20日には、金曜会のメンバーと協議して、会館議員選挙法の改正を協議するなど、活発に活動している。 先立つ明治16年4月13日に、高安氏は、判事となり、7月5日に、広島高訴裁判所詰めとなっていた。地方への視察なども、熱心に行い業務に熱心であった一方、一時、収まっていた浪費癖が再燃、岐阜の耳に、たびたび注意を受けるようになる。明治18年7月30日には耳を通した、運動学校を奏して、 三次院議官補に転任したが、その転任のための旅費すら耳に援助を要請する状態になっていた。さらに、同年12月22日に三次委員が廃止され、高安氏は実質無職となる。しかし、この頃には高安氏の浪費は止まらず、何度も耳に金銭援助をねだる状況に陥っており、耳は高安氏の廃着を決断する。 明治19年6月18日に、高安氏は公式に司法省を退職。同年6月25日には廃着処分となる。代わりに着手となった組と入れ替わりで文系を継いだのは、高安氏の長男、実便で、高安氏は妻と共に、東三条家の厄介となる。司法省を去った高安氏は、その後、 イギリス法律学校で、イギリス法やローマ法を講義し、明治二十二年からは、アトミ女学校で英語の教師となる一方、明治二十年四月からは、万国法律集法の主筆となるなど、教職や法律知識の普及に活路を見出そうとした。が、相変わらず派手に遊興をする癖は治らず、幾度も制約を破る公安氏に、耳も愛想を尽かし、明治二十三年七月十五日、 東三条家からも別家を余儀なくされ、妻、次男と共に平民席に編入させられた。その後の高安氏はひっそりと暮らしていたようであるが、同行は半然としていない。明治三十四年一月二十六日、肺炎の悪化により死去した。葬儀は、親しい隕石と本家からの世話人に、三人しか出席していなかった、という、寂しいものだったという。三条、 高安氏に関するカテゴリー、ありがとうございます。